おはようございます。こんばんは、マサトです。農家との編集でお送りしてます。1分間読むとか、今日も情熱草チャンネルのニュースの虎川からアメリカ大統領選最新アップデート、この激戦州で、カマラ・ハリスとトランプがデッドヒート、両陣で、この未曽有の大量降伏投下で、空中戦、ハンス氏の猫発言も話題ということで、このハリスですね、これはなんかインド系両方どっちか、私も黒人そういう方ということで、このいろいろこの実績はないですけど、今回この選挙ですね、まあ、トランプの襲撃があって一気にトランプ側に流れが行きましたけど、まあ、バイデンが降りて、その流れからこのハリスが、短期間で大きなこの多額の献金を集めてます。そう勢いですね。激戦州にそれぞれ両陣営、に広告戦してますね。まあ、いろいろトランプ、少し油断したとかなという、まあ、ジョネスさんもいろいろとこの、コメント、YouTube コメントしましたけど、どうなるかですね。まだジョネスさん9月にアメリカで講演すると言ってますけど、バンズ氏の副大統領、結果どうなるかですね。今きっ抗し、若干このハリス氏が、激戦州で、この有利とい このもう、が指数が指数値がそのそれが流れてますけど、どうなるか、注目していきたいと思います。情熱草チャンネルの、ニュースの虎川からアメリカ大統領選、最新アップデート、激戦、7州で、カマラ・ハリスとトランプがデッドヒートに、両陣営、未曽有の大量広告投下で、空中戦、バンズ氏の猫発言も話題ということで、引き続き、この10月、11月ですね、本当の本戦、どうなるか。あと次の、アメリカの大統領がどうなるか注目していきたいと思います。マスタートです。マスタートのこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタン等よろしくお願いいたします。また聖書を学びたいというお友達も募集してますので、よろしくお願いします。引き続き情熱草のチャンネル動画をウォッチングしていきたいと思います。マスタートでした。シュエンゲルスパッションプロジェクト、シャロムシャロムシャロム。